あ、どうも。ベイビー、よろしく。どうも。よろしく？なんかめっちゃ日本語やったけど。ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速、ゆめみの館へ。いらっしゃいませ。ラクジェーションサロン、ゆめみの館へようこそお越しくださいました。ほい！ということで今回は、たくさんのお菓子に囲まれた、チュチュ村に行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら？でしたら500ベルでもう一眠りなさる？もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢をお連れするためにインターネットにお繋ぎしますわね。ということで、チュチュ村に出発！ほい、チュチュ村に到着。お、かわいい。レースやレース。夢の世界へようこそ。あなたは今、チュチュという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界に戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都のチュチュの世界をご堪能あそばせ。なにこれは。豆？なぜ豆？どうして豆？シャボン玉。あ、なるほど。とりあえず手に持てるものっていうことかな。こっちは白いフォーマルパンツと白いタキシード。かっこいいやん。じゃあこっちはドレス？お、全然違うぞ。バレエの衣装。あ、それでチュチュ？なるほどね。そういうことね。フーコのリボンか、リボンウィッグ。どうしよう、リボンウィッグにしよっかな。とりあえず。あ、でもな。フーコのリボンにしよっかな。レースの傘。フーコのリボンにする。バレエの衣装。そして、レースの傘。じゃーん！いいね、めっちゃお嬢様や。超かわいい。バレエのチュチュなんやね。なるほど、なるほど。あ、かわいい。あ、村全体、すごいピンクな感じなんかな、ここは。いいね、いいね、いいね。ここにもなんか白いレースに囲まれたハートが。あ、これはあれよね。もともとあるマイデザインのやつよね。あの、見本みたいな感じで。それの色を変えとるってことか。なるほど。色変えたらなんかまた違う雰囲気になるね。ん？これはなんか影になってるってこと？暗く描いてるわけじゃないよね。そしてなんかリボン。え、かわいい。なんかめっちゃかわいいんですけど。ん？今のは何？なんか描いてるこれ。線が引いてあるだけかな。何のマークかがよくわからぬ。はい、そして、一軒目の家に行きたいんだけど、こっちか。あ、かわいい！何これ？プリンセスやプリンセス。なんか、地面めっちゃかわいいね。よきよき。はい、そして、一軒目、一軒目。はい。ここが一軒目。あ、こんなところに滝があるんや。なるほど。そういう感じなのね。家の人は中かな。はい、それじゃあお邪魔します。ん？中にはいない。さっき歩きよった人かな。じゃあ水出しっぱなしよ。え、なんかめっちゃ可愛い。カフェ？カフェっぽい感じ？かな？ケーキやケーキ。あ、なるほど。ケーキについてあるろうそくの明かりで保ってるわけね。あ、そういうことね。なるほど。いやー、甘いものに囲まれてめちゃくちゃ幸せじゃないか。いいね。なんか牛乳ってさ、たまにね、すごい飲みたくなるんやけど、飲んだら必ずお腹を壊すんよね。辛い。辛い。なんかウェディングケーキの前にも椅子が置かれてあるんやけど。何？独り占め？そういうことではなく。はい、そして、ここの住人さんは一体どこへ行かれたのかしら。え、いない。あ、いたいた。やっぱこの子なのか。アラーナ？ Time for dessert。デザートのための時間。いやー、いいっすね。
やっぱ女の子はみんなデザートが好きだよね。ん？これはなんて書いてんだ？イサイ。わからねえ。わからねえ。イサイ。ほ？なんかわからんけど、これは40対31ってことなんかな？え？何語これ？英語？イサイヤーって書いとんかな？わからん。わからん、全くわからん。ここがなんか、十字みたいになってるのはなんか関係ある？ 40 対31。全くよくわからないけれど。あ、どうも。ん？スティーム、スチームドバンケース。スチームドバンケース？最初の IG ってのは何？あ、IG っていうのは何だろうか。なんだかよくわからないわ。あ、かわいい。色味かわいい。ね。お邪魔します。あ、いいね、いいね。なんかすごい。白とピンク。花柄。いや、白と水色に花柄かな。かわいい。花柄のテディベアも良きやね。すごい良きやね。これはなんて書いてある？わからねえ。こっち向きか。なんて書いてあるんやろ、これ。いつもすごい思うんやけど。わからん。とりあえず左の部屋へ。はい、左側は、やっぱりなんか部屋の中にこうやって、何？浴室というか、こういうのがあるのは結構普通なんだろうか。部屋の中にいきなりあるの？これは何として使うの？お風呂？でも周りびしょびしょになるよね。外国はあれ？土足だから気にならないとかそういうこと？その辺がちょっとよくわからないんだけど。あ、これ、なんか外に敷いてあったレースが、レースのマイデザインがそのまま使われとんかな。ここはなんか花嫁さんの控え室的な感じ？ねえ、なんか結婚式が今から行われますみたいな感じじゃない？違うかな？ベッドあるし。はい、それじゃあ右の部屋へ。あ、右側はリビングみたいな感じだね。全体的になんか、なんていう、ご飯っていうものが全然なく、本当に、もう、お菓子って感じ。この世界の人たちは、この村の人たちはお菓子で生きてるのかな？お菓子が主食？はい、そして2階へ。あ、結構でかい家って思ったけど、地下とかはないんや。奥の部屋もなかったしね。はい、2階は、あ、これさっき外におった子かな。何？ミストで保湿しているの？あ、この色味かわいい。これ何のベッド？ラブリー？ね、あのピンクと赤の感じいいね。こういうのってなんか日本人やったら前にテレビ置きそうな感じやけど。ここはなぜか棚。あれか、ここの棚から本を取って、ここに座って読むみたいな感じ？そういうことかもしれない。きっと。めっちゃ鳥鳴きよる。ほい、お邪魔しました。なんかよくわからん言葉がいっぱいあるよね。んと、どこの言葉なんやろ。カリーナ。スチームドバンケース。この読み方があっとんかどうかもよくわからんけど。カリーナって、なんかスペインとかそっちの方の名前じゃないっけ？違うんかな？違うかもしれない。んと、そして、こっちの左端の方に、あ、どうも。ベイビー、よろしく。どうも。よろしく？なんかめっちゃ日本語やったけど。え、これはもしかしてあれ？向こうの人が設定せんかったら、
なんかこう、日本人サイドから見たら日本語に見えるってこと？最初の言葉。そういうことなんかもしれんね。お邪魔します。あ、かわいい。めっちゃ小さいけどかわいい。ベイビーって書いとったけど。赤ちゃんってこと？あ、赤ちゃん部屋？それにしてはすごく豪勢な感じだけれど。あれかな？なんかちょっと、王様と王女様との子供とかそういう、王室ベイビー的な感じ？そういう。ベイビー、よろしく。さっきめっちゃ普通に読んだけどね。めっちゃ普通に読んだけど、確実に、よろしくねって入力することはないと思うけん。びっくりした。人かと思った。けん、多分、自分とこの言語で、こう、打ち込まん限り、セリフを、こうなんか、ログインした人のところの言語に変換されて、最初の言葉が見えるっていうことなんやろうね、きっと。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。今回はなんか英語やったらなんとなく分かったりとかするけど、なんか全然言葉が分からんかった。読み方も分かっとんか分からんし。英語ではないということか？分からねえ。